上原美沙は日本の女優。福岡県福岡市出身。本名は上原美佐子。福岡市立福岡女子高等学校を卒業後、文化女子短期大学在学中に隠し取りでの三悪人で監督の黒沢明にヒロイン役に抜擢されてデビュー。抜擢されたきっかけは、上原が短大在学中に指示した徳川義親の元を訪れた際に、 東方の社員の目に留まったことにある。1981年の黒沢明、千秋実、藤原鎌たりとのテレビ対談では、名古屋の東方系の映画館に行った際、東方の社員に声をかけられた、と本人は語っている。当時、状況の折には、徳川義親の家に泊まり、徳川義親の行く先々について回ったため、徳川家の孫娘と噂されたこともある。 黒沢はあくまで上原の気品と野生の二つの要素が醸し出す異様な雰囲気のみを評価し、デビューに至った。撮影にあたって馬術を習い、障害を飛べるまでになった。その他、武家の姫らしい身のこなしのために、剣道も習った。演技は初めてで、全くの素人だったため、その都度黒沢が演じてみせ、その通りに従い進めていったという。 キリリとした顔立ちと躍動感あふれる演技で人気を白紙、一躍スターとなるが、本人は私には才能がない。と2年で引退した。1981年4月4日、富士テレビ系列ゴールデン洋画劇場放送後、黒沢監督、千秋実、藤原鎌ま上原美佐が出演し、当時を振り返った。この時上原は女優業を引退していたため、 引退後、主婦、二児の母と紹介されていた、2003年、死去、満67歳没。内外タイムス文化部編、ゴシップ10年史、P63 から 64AB、女優ベスト150話が、青春のアイドル180から181ページ。ありがとうございます。